皆さんこんにちは。大阪からやってきた古芝と申します。ちょっとね、インド暑いから。そうなんです。散髪行ってきました。もうね、本当ですか。それまでロン毛やったんですけども、散髪に行ってきました。まあ、今ツルツルでズル向けでハゲてますけども、春になったらボーボーなってますから、またボーボーなったらこの YouTube にアップしたいと思います。横だけボーボーなりますから。この辺はないですけど、今気持ちいいですよ。なんかこれで、いや、いいですよ。長くなってるんですけど、ちょっとだけ伸ばしてるし、あのね、シャワーで頭洗ってもタオル1回で乾くから。それはドライヤーいりません。はい、シャンプーもあまりいらない。いらない、いらないですね。エコです。エコ。君の髪の毛ボーボーやから、ちょっと環境に悪いよ。まだ新しいシャンプー買った。それでもいつか使うつもり。あれは使うつもりですか。あれはちょっと内緒。内緒、内緒。そうですね。秘密。すべてね、自分を明かしたらダメなんです。どっか秘密を隠さないといけない。はい、今からいいこと言おうか。日本の脳の日本の伝統芸で脳って。脳の作ったゼアミっていう有名な方がおるんです。その方が言うには、ひすれば払う。全部出すな。隠したらみんな興味湧くぞって。それをひすれば払う。そういうこともありますね。それはもうね、今から600年以上前からそういうことが言われてました。600年前の話ですか。はい、そうです。だから企業情報でも全部出すな。肝心なとこは隠して、あとは興味があったら見に来るから、それを根こそぎ取るんだってね。そんな、はい、そういうことを気づれば話す。へー、はい、営業にも大事です。はい、でこれはもう映像プロデューサーからそういうことを教えてもらいました。そうなんですね。はい、僕の名刺、QR コードあるんで、そこをちょっとまた見てもらったら、1分と10分の動画があって、そうですか。今、4万再生ぐらいいってます。1分動画は。はいはいはい、はい。ぜひ、よかったら。わかりました。なんか YouTube について話して、なんかちょっと話してみたかったんですけど、なんか先生はここで、初インドですよね。で、どんな7回目。7回目ですか。知らなかったんですね。どういうイメージ持ってるんですか。なんかもう初めてインドに来た時はどういうイメージだったんですか。イメージも何もないです。だから本能に任せてインドに来てるだけです。インド楽しいですね。そうですよね。でもインドに大好きな言葉がジュガールです。ジュガールですね。僕はもうジュガールの塊ですから。はい、だからインド向いてるんですよね。でも東京とか日本の地方都市行ったら言いたいこと言えない。でもインド来たら言いたいことを言っても寛容さがある。それがインドのいいところ。それはいいですね。だから大阪の僕とインドはマッチングします。マッチングしてますね。はい、そうなんですよね。そうだから、これからどん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 またインド来るでしょう。はい、そう、はい、でも英語は全然喋れません。でもなんか気持ちでもうすでに伝わってるんですけど、もうそれぐらいで十分じゃないですか。気持ち大事です。そう、気持ちでもう伝わってるんですけど、はい、人間は気持ちで動く動物ですから。その通り。はい、仕組みで動かしたらダメです。そう、はい、だから魂で語る。なら相手の魂に響くんです。そうなんですね。はい、これが大事。はい、会社のリーダーシップも、要は会社の方針だから、ね、こう決まったことだからって言っても部下は動かない。だから魂で語る。そうなんですよね。はい、何のためにやるのか、何のために仕事するのかっていうのをとことん自問自答しながら僕はやってきたんで、そういう部分では魂で語ることが大好きです。大好きですね。だからこんな中でも熱く語ることができる。いやー、こんな話でも元気になりますね。もう、はい、やる気出ますので。元気になりたかったら大阪来てください。だってインドの人は寛容だから。そうなんですよね。それがインドの人は素敵なんです。それが好きなんです。そうなんですね。はい、絶対怒らへん。昨日もね、ジャイさんメトロでドアが入ったら、2本やったらこう避けるじゃないですか。ドア開いた瞬間に僕は突撃しましたから。誰も怒らなかった。
あ、そういう、そうなんですね。でも英語で話してほしいって言ってるんですけど、どうかな、はい、まあ、別にどっちでもいいけど、インドレディーズレディービジュアル世界ナンバーワン、あ、ワールドナンバーワン、はい、I like インドレディー。真面目な話しようか、はい、社員に言うてんねんけども、小さな大企業を目指せ。あ、小さな大企業、はい、でも小さいけどもやってることは、志は大きいぞ。そうそうそう、大企業の社員さんには負けない志を全社員持ってる。そうなんですよね。そう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 、それと福利厚生、これも大企業に負けない。福利厚生をしたい、そのためにはお金を稼がないといけない。だから、今から4年前に会社70周年で、あの全社員ハワイに行きました。はい、家族も含めて、はい、あと6年で80周年なので、またハワイに、ハワイかラスベガスに行きたいなと。はい、チキンチッカ大丈夫、チキンチッカね、はい、なるほど、はい、2日連続食べました。昨日のマタバニーは美味しかったです。美味しかったです、はい、でもあのローズウォーターは、うん、なんでスムージーはラッシー大好きなの。ラッシー大好き、大好き、おスムージーも大好き。あ、スムージー、そうですね、はい、今朝 4つカップ4つ。あ、そんなに、そんなに一気に。コーヒーも大好きね。コーヒーも大好き。私は朝先生もこういう飲んでしまいました。あ、そうなの。そう、怒られた。いや大丈夫、先生かっこいいですね、はい、かっこいい、全然先生の会社で こからしたらかっこいい。いやいやいや、そういうのがない、もう全部でもでも本当に全部仕事しようか、会社でどうする。いいじゃん、そんなにかっこいい社長がいないよ。ありがとう、本当に本当に誘ってほしい。そう、日本のガールフレンドがゼロだから。あ、今あ頑張れ。でも募集してるんだけども。あ、募集中なの。募集中、はい、今も仕事だから照れてます。そう、もうすでに照れてますね、はい、いやすごく役に立つ動画を作りましたので、ありがとうございます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 、はい。